の時間になりましたね。はい、日本放送ではこの後1時からサンドイッチマンさんのザ・ラジオショーサタデーです。はい、今週はですね、昨日からスタートしたサンドイッチマンさんのライブツアー東京公演の会場、池袋サンシャイン劇場からの放送になりますんで。すごいですね。ね、ライブやってんのに、はい、やっぱり話す、喋るってのはできんのかな、そういう。私なんかを、じゃあ歌、歌の前はね。前に、はい。このラジオとかだったら、もう全然切り替えができない。特に直前だと、以前は紅白の、うん、当日にアコさん生でやったこともあるはあるんですよ。いや、あるけど、それは紅白が夜だから。そうそう、夜だから。うん。そうですよね。インターバルがあるじゃない。はいはい。いや、でも、それぐらいやっぱり、リスナーを大事にサンドは持ってんだね。ありがたいね。ありがたいですね。ね、頑張ってほしいね。1時からです。うん。ライブも行ってみたいけどね。そうですね。いやー、でもなんかほんと中秋の名月、秋とかって言いながら、まだまだなんか残暑厳しい、ね。まだ続きますね。皆さん体調にはくれぐれも気をつけて。そしていつも言ってますが、どうぞ穏やかな気持ちでこの週末をお過ごしください。和田アキ子でした。柿原忠でした。じゃあ、来週までお元気で。さようなら。